皆さんこんばんは。今日は珍しく中年男の晩酌シリーズ、おでんを作ってやります。おでんの中になんで白菜が入ってるのか、まあ、いつもの通り、半額のパンはね置いてあって、酒も置いてあって、孤独な中年男の晩酌シリーズにふさわしい。あとはこれ最後はですね、かまぼこなんだ、揚げなのか、これ入れて終了したいと思います。なかなか久しぶりにね、久しぶりに料理をしました。最近はね弁当を持ってかないで、会社でカップラーメンばっかり食べてたので、うわ汚ねえなこれ。まあいいや、なんで白菜が乗ってるかと、まあいいや、まあ、じゃあこの辺でじゃあ失礼いたします。今日もお疲れ様でした。皆さんお元気で、失礼します。